はい、これで始まるかな。始まるな。はいはいはい。スタート。お、サムネです。はい。あ、見れない。あ、書いた。全然読めないけど。大学だな。大学です。このキャンパスの地図全然わからん。ギリギリ行ったことない東大のキャンパスかもしれないと思って。東大じゃないとは言い切れてないですね。はい、ん、立教か。池袋だよね、立教って。はい、立教大学でした。まあね、先に言うと、あの、西池袋サムネになってるというか、この辺かな、最初の地点が立教大学の結構メインの建物なんで分かりやすい、うん、今どこにいるのこれ、西ものではあったんですが、立派な建物なんですよね。ただ立派というだけでなく普通に綺麗っていうね。立教小学校、立教小学校ってあるんだ。うん、立教小学校今地図上にめちゃくちゃあったんですけど全然気づいてないです。するけどな、11号館と書いてあったな。あのどでかいのが、なんかどういう立地だこれ。まあ絶対ゴミ箱見る必要はなかったと思うけど。鈴懸の道なのか、明らかにそのなんていうの、庭があるんだよ。これ鈴懸の道なのか、なんか違う気がするのよ。うん、俺もそう思う。しかしてよ、このおしゃな、あ、ここじゃない気がする。もっとこっち、あ、ここだ、ここだ、ここだ。はい、もっと広かった。だいぶね、地図を見る視野が狭かったですが、はい、北海道です。ちょっと、お、看板来すぎた。旭川とか、道道72号線
幌加内とか江丹別が知らない町なんだよ。ああでもこれだ、幌加内がそこ。あと江丹別は見つかんないですけど。ん？ああ、あった。道道72号線。北の東五条一丁目、北の西、江丹別、これだな。江丹別は町村レベルの地名ではなかったっぽいですが、南に向かってきてる。江丹別通り線、旭川幌加内線、はい、激アツ看板。高須町、あーこの結構北の日、今の結構は結構旭川寄りだなって言いたいんだと思いますけど、旭川これん72が、うん、うん、カス市街がどこなのかしら。イップってさ、だってさ、北野だな、この辺だな。東五条1丁目、北の西五条1丁目、北の、ん？なんだ、高須町、高須町十選三区で、これはおさらって川がある。これだ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 、うん、ここだね。おさらって川どうなってる。まあまあまあ、こう向いて、これ違う。ん？いや、これじゃね？いや、公園なんかないか。あれですね。なんか、交差点の名前が一つしか書いてないから、あれ？って思ってますけど。これか。これだな。これです。はい。ああ、来てんの？ああ、かあ、ある、あるわ。そうだ、顔だ。戻る。進んだ気がするな。不正に進んで。え？ああ、こっちか。この辺まで来たんだろうな。こんなカーブしてなくない？そういえばワッサムとかハッサムとか月サムとかのサムってどういう意味なんだろう。さすがにサムは当て字ですよね。この辺な気がするな。ね、なんとか別はね、川っていう意味だったりしますけど。寒いから寒じゃないと思うんだよな。おい。おい、おい。ちょっとな、だな。今、あの、交差点の数を数えていると思います。が、数えるのが下手で分かってない。どうする？ちゃんとした場所が分かってないですね。ここか。
校です。はい。お。次。うわ。この風景結構怖。グロいよな。何なのか。鳥取大学。これ砂丘ってこと？最初スポーンした時なんかすごい異世界感があって、稲葉自転車道、うん、これ砂丘だとしたらこの辺になるんだけど、とは限らん。熊出んの？熊出るらしいです。あ、鳥取市だな。カーブミラーとかには鳥取市って書いてあるんで、まあ多分鳥取砂丘だろうとは思ってますが、甘飯でもこれあの辺だろう。まさかだ。まさかっていう地名が通常にあって、まさか東側ってことか、まさかこれ。この辺に。で、あったこの辺だ。の研究所を見つけましたが、これ中入っちゃってんだよな、これな。どっから中なんだ。俺か。ここに入っちゃったのか。ね、この地図上の緑の道が多分ね。自転車の歩道だと思うんですけど、全然精査できないけど、この辺としかできない。これめちゃくちゃ勘です。感覚。弘前市に入る。弘前と大鰐の間ね。大鰐温泉とかがあるとでしょ。はいはいはい。で7号線すごいラッキーなところを来ましたが、13号線あんまり分かってないですね。これか戻って夢カンパニー、よし、ここだ。邪魔だけど、そこに交差点あるもんな。交差点通過。ちょうどトラックが邪魔ですが、ナイス、ラッキーなとこ引いた。線路、よし。宮古モータープール、モータープールか。久米田北、岸和田市、はい、大阪の岸和田市でした。モータープールかのところは久米田、大阪っぽいなって思ってます。はい。これ阪和線かな。 JR だもんな、阪和線だわ。さて、どういう方角かというと、まあそうだわな。
オープンの。庄司かな。西王子か。西王子郵便局。あー、この辺なんじゃない。王子郵便局前。まあ、道路は多分それだよな。剥がそう、ここから。多分30号線ない。北でしょ。あった。表示指北。ああ、ここね、ここで。おっ。だね。はい。はい、ナイス。早いんじゃない ?15 分46秒か。まあ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 、早いんじゃない。まあ、ベスト更新とはなりませんでしたが。ちょっとだけ手間取ったかな。微妙にその立教を引いたのに、うん、ちょっとここ時間かかっちゃったな。まあいいでしょう。立教と北海道がその難易度の割に時間かかっちゃったなって感じではありましたが、そこうまくいってればもうちょっと削れたかな、短くできたかなって感じですけど、まあ引きが良かった回だなって感じです。はい。